さすがエベレスト、いいことになりましたね。お疲れ様で半周総合のフレームでしたね。半周なんとか、まあ、まだもう一周ぐらい来ますけどね。お前余計なこと言ってるけど、いやいや行きましょうよ。余計なこと言わない方がいいですね。行きましょうよ。そして帰ってきたらみんな誰もいなくなってたんですよ。はい、AKB の皆さんも帰ってきましたので、村住さん、今帰ってきましたので、お伺いますが、本当に大好きのお二人と、赤木の猪木さんと清水選手は一度、お疲れ様でした。また後で、ね、皆さんに登場していただきます。最後、くしゃみで。村住さん、こちらお願いします。AKB48の皆さんもよろしくお願いします。そうまあ、なるべくだったら休みたいぐらいなんですね。結構、喉ガラガラなんで。で、皆さんは基本2週だったんですか？基本2週、もしくは、はい、あのみんな1週交代。ちょっと若いのにどういうこと？アラフォーのおじさんが3週走ってるのに。おかしくないんですか、これ、レギュレーションが。だって、で、可愛い顔して汗一つかいてないというか。いやー、これ本当に、まあ、僕は福島からも田舎から出てきた人間なんで、まさかこの大都会のね、中心である新宿をせき止めて、僕は走れるなんて夢にも思ってなかったんで、本当に皆さん、あの僕のためにありがとうございます。違いますね。今、グリーンとかちゃんと突っ込んでくれるんでね。さすがスポーツ機関人、突っ込みもできる。よっ！交流もあったりで、いや僕は本当にあの走ってる途中写真もだいぶ撮っていただいて、はい、声援もかけていただいて、はい、そういう交流があって、まあ、福島を走りなさいねみたいなこともお話ができて、良かったですね。ね、お互いともすごいいい体験ですよね。さあ、そしてね、ちょっと皆さんにお知らせなんですけれども、この後17時45分頃からこの本庄では初めてとなるプロジェクションマッピングをお届けいたします。何でしょうか。本庄駅の前でものすごい人が集まったっていう。すごい。これを本当に知ってる。分かります、分かります。知ってますよ。だけど、いやでもここ見てる人のもしかしたら半分ぐらいじゃん。知ってるって方どれくらい？プロジェクションマッピング知ってるっていう人。でもこれ半分ぐらいでしょ。これ説明した方がいいじゃないですか。そうかそうか。あのですね、この本庄の今私たちの後ろにあるここに映像を映します。そうするとなんと窓がビヨーンって急に飛び出す前があって、ここに大きなのスクリーンみたいなのがいろいろなことを。そんなバカな。すごいですよ。後でびっくりしますよ。僕そんなこと起きたら顔がもっと伸びちゃいますよ。もともと最近の若いは怖いですね。でもね、今日40分頃から、政権とともにプロジェクションマッピングをお届けしますので、皆さん、ランナーの方で、ね、走り終えた方も、はい、皆さんもう少し待っててください。ぜひ最後までね、はい、一緒にください、なんとかマッピングですか。プロジェクションマッピング、うろうろで言わない方がいいですね。本当すごいですよ。さあ、そして AKB48 の皆さんにも改めて一言ずつ感想をいただきます、はい、走らさせていただいて、本当にあの走ってる時にランナーの方が声をかけてくれるんですよ。頑張ってねとか、何週目ですか、1週目ですよみたいな感じで、そういう交流をできるっていうのは普段ただ道を歩いてるだけではなかなかないんですけど、ただ一つ走るっていうことにみんな一つになってると、こうやって交流が生まれてくるんだなって思うと、すごくいいことをしてる気がして、心も温かくなりました。はい、よかったです。お互いが走っているね。そうですね。なんか一体感がすごく。はい。やってもらえるんですね。素晴らしい。はい、すぐ。じゃあみんなにね、ちょっとずつ聞いてみましょう。はい、今回こうして私たちが、AKB48 が代表して続けていただいたんですが、本当に今日の仕事が暖かくて、走ってても本当に気持ちも リフレッシュというんですかね、なんか新たな気持ちになって、
また頑張ろうという気持ちにも変わられたので、皆さんもっともっと走って楽しいで、まあ、毎日を過ごしてほしいなと思います。はい、ちょっとね、すごい雑なまとめで大丈夫ですか？毎日を楽しんでください。なんかおばあちゃんみたいな。すいません、まとめ方が面白かったんですけど、でも本当にすごく楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、そうですね、普段やっぱり AKB の活動をしていると、こういう欲しいということが全くないので、今日こうやって、走ることができて、改めて、そのためにもね、やっぱりこういう取り組みを東京都が